南波。南波は、大阪府大阪市中央区、何枠の地域名称。または、中央区の町名。2015年10月1日現在の人口は184人。世帯数は104世帯。現行行政地名は、南波1丁目から5丁目まで。郵便番号は、郵便番号542-0076。 本校ではおおむね同区域に、かつて所在した大阪府西成郡南波村についても、述べる。南波は、大阪の二大繁華街の一つである南に包含され、一般的にはその玄関口となる、南波駅、南海南波駅や、大阪南波駅、近鉄、阪神南波駅周辺の繁華街を指す。南が、島の内の西繁、震災橋駅界隈から、 南馬駅界隈までの広範な地域を指すのに対し、南馬はおおむね道頓堀以南、千日前伊勢の地域を指し、老舗や高級店が多い震災橋と比べ、南の玄関口でもある南馬は、多種多様な商店が混在する。場合によっては、道頓堀、千日前、宗江門町、港町、日本橋を含めた地域まで指すこともあり、今宮、木津、今宮恵比寿駅、 大国町駅付近といった南隣の地域にも南場を関する施設等が参見される。JR 南場駅は南場駅や大阪南場駅と地下連絡通路などでつながっているが、長年親しまれてきた港町駅という旧駅名と、所在地の何枠港町という町名から、同駅周辺は現在でも港町と呼ばれることが多い。ただし、本来の港町は、 道頓堀川南岸の一角に過ぎず、現行住居表示の港町は、大半が、元南馬である。現在の町名で、南馬とつくものには、ガール。大阪市営地下鉄の南馬駅、四つ橋線は除く、大阪南馬駅、高島屋、南馬丸井が南馬に、千日前道具屋筋商店街や、南馬グランド花月、吉本会館、イエス、南馬ビル、吉本漫才劇場。 NMB48 劇場が、南馬1000日前に、南馬パークスや大阪府立体育会館が、南馬中に所在する。南海南馬駅と、同駅ホーム下に位置する、南馬シティは、南馬と南馬中にまたがっている。南馬の地名の由来となった西成郡南馬村は、もともと、南千葉、島の内、下船場、堀江の一帯にあり、上南馬村、南千葉と、下南馬村。 その他に分かれていた。現在ではほとんど、南波と認識されることのない南千馬に、南波別院、南波神社があるのはこのためである。江戸時代初期に行われた大阪城下の拡張に、伴い、上南波村はわずかに、飛び地としてその姿を残すほどとなり、大阪城下が、幕府直轄地となる1619年、元名5年には上南波村の人口は霊民となっていた。 下南場村は現な、官営年間に行われた新町遊郭の開発に伴い、道頓堀川遺南、現、何和区元町へ移転となった。1650年、慶安三年には、木津川沿いの地域が、西成郡、西川町となり、下南場村から分割された。なお、南千葉には上南場町という町名が、大正初期まで、堀江には新南場町という町名が、 明治初期まで見られた。そして、1700年、元禄13年に上南馬村飛び地が、下南馬村に編入され、南馬村と改称された。江戸時代の南馬村は、愛の産地で知られ、農食に優れる阿波さんの愛に対して、南波さんの愛は薄色に優れ、南波水愛とも呼ばれた。南馬村のうち最も早く市街化されて、大阪三里へ組み込まれたのが、 おおむね現在の中央区南馬にあたる南馬新地である。大阪市城西大級の大火となった1724年、京宝九年の京宝の大火の後に、天馬橋南詰の本境町、京橋一丁目、京橋北詰の総称西町と、相生東町の一部が、非暑地となったため、その移転先として、道頓堀の南西に、元境町、元京橋町、 元愛よ町の山頂が置かれた。その後1765年、明和2年に、これら山頂と、元伏見坂町、通称、坂町の南側が開発され、ここに、南波新地一丁目から三丁目が形成された。明治に入ると、1872年、明治5年に、坂町が、南坂町に、南波新地一丁目が、南坂浦町に改称され、翌年には、 南坂浦町が南坂町に編入され、現在の千日前一丁目に組み込まれていくことになったが、一方で1872年、明治五年に、元境町、元京橋町、元愛よ町の三丁が南場新地に編入され、南場新地、一番町、四番町に再編。翌年には、南場村のうち市街化が見られた区域も南場新地に編入され、南場新地、 一番町を六番町に再編。この明治初期に拡大された南波新地の範囲が、おおむね現在の中央区南波の範囲となっている。1879年、明治12年の軍区町村編成法により、南波新地は大阪府南区に含まれ、1889年、明治22年の市政施行によって、大阪市南区へ移行。また同年の町村政施行によって、 南馬村は、西成郡西川町、材木置場町、西高津村あざひげぞりを取り込み、南馬村大ざ南馬、西川、材木置場、西高津となった。1897年、明治30年には、南馬村も大阪市南区へ編入された。1900年、明治33年の大ざ改編により、大ざ南馬に、以下の16町が成立し、 南場を関する町名は、南場新地の六町を含め二十二町となった。なお、大座西側、材木置き場は、木津川町に、大技西高津は、南坂町に改称された。1925年、大正十四年、南場新地を除く十六町は新設された何枠へ、編入され、同時に南場の干渉を廃した。1943年、 昭和18年には、南区と何枠の境界変更が行われ、河原町北部が、南区へ編入された。さらに戦後になって、1967年、昭和42年には、田んもの町が、桜川町へ、小田町が、潮佐町へ編入された。そして1980年、昭和55年に、何枠が、1982年、昭和57年に、南区が、 現在の住居表示を実施。1989年、平成元年に南区が東区と統合されて中央区となり、現在に至る。このように現在では、元南場新地、河原町、新川、倉前町といった繁華街の範囲だけを指すことが一般的になっているが、歴史的にも現在の地域区分としても南場は、繁華街異の木津川付近まで地域を含む、 地名である。南海南波駅周辺は再開発地域となっており、南波駅前の南海海岸跡地には、丸井と東方シネマズが入居する、南波丸井が2006年、平成18年9月22日にオープンした。2007年4月完成の南波パークス2期にも、大阪市内最大級のシネマコンプレックス、南波パークスシネマが新設され、映画館数が一気に増えることになった。 また高島や大阪店、本店は、既存の本館の改修と新館の増床により、分散しているブランド品と、用品雑貨売り場、レストランをそれぞれ集約、拡張、2011年、平成23年3月3日にグランドをオープンした。増床面積は2万2000平方メートルで、従前の店舗面積と合わせると7 8000平方メートルとなり、 西日本最大級の百貨店へと変貌した。高島屋はまた2007年、平成19年に完成した南ンパークス2期の専門店街のプロデュースも行い、南の集客作戦に大規模な投資をしている。南ン大社天皇軸生多町初代天皇である、神武天皇が即位前に創建した神社。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。